津山市の学びの鉄道館で縁起物として受験生に人気がある滑り止めの砂のプレゼント企画が始まりました。線路に撒くことで鉄道の車輪が滑らなくなるといいます。線形機関車庫で知られる津山学びの鉄道館では受験シーズンに合わせて扇形の絵馬を買った人に滑り止めの砂をプレゼントしています。滑り止めとして津山線や紀新線で実際に使用されている砂に津山市の神社で祈祷を捧げたという特別製の縁起物です。受験生の皆さんにプレゼントしていただいたり、また鉄道ファンの方にもね、線形絵馬の方をご購入いただいて。滑り止めの砂のプレゼントは来年の3月10日まで行われています。